炎症から激分が発生。うん、無論俺たちも出るぞ。おうさ、まあ孫家の俺たちも行くぜ。でけえ戦が始まる。父上、私も今度は一緒に行くんだからね、父様。弱敗ながら私も孫家の臣として力を尽くします。おう、周囲頼もしいですな、殿。はあ、この戦孫家の総力で臨む。よっしゃ。いや、一気に突っ走るには洛陽は遠いかと。どこかで野営をしなきゃならないでしょう。だが野営地をどこにするかだ。洛陽に近づきすぎては。それについては私の方で検討しました。野営地は幕城付近が適当でしょう。早速手配をいたします。よし、任せたぞ周遊。では行くとしよう。はあ、周遊がね出てきましたね。ちょっと鍛冶屋行ってみるか。へい、いらっしゃい。武器できないんかーい、できないんかーい。あ、でも購入できますね。攻撃力を高める宝玉。もうちょい貯めるか。毎度どうも。狩りに行けと。狩りに行くんですって。新しい場所発見、香料。ああ、じゃあ香料の木が、まあ確かに五分ですからね。ここで発見する流れを作ってるんだ、狩りをすることによって。あ、オープンワールドをうまく使ってますね、そう思うと。狩りを目的地に着かせながら、ちゃんと五分の木とかを発見させる目的なのかな。トロトロかな。おお、手頃な獣がいるな。手頃な獣。あなたも、かかれ。狩りの時間だ。手頃な獣ね。あれでした。全然ね。あ。ああ。デイフ。唐突。官室は衰え。そうなる。皆が。うん。叶うならば、己の手で。デイフ。この身に帰る。水臭いですぞ、殿。あれです。この勘。お前たち。ああ。頼りにしている。うん、聞いたかよ、シエ。ああ、新たな時代を築く。父上が思い描く新たな時代。父様。孫子こう可愛いね。炎章の元へ向かえ。炎章と交流する。あ、なんか敵がいますね。ここを、拠点を取れということか。任せてください。よっこーしてた。
また敵来るね。いるね。よっしゃ、行きましょう。遠いな。ロックオン。おっしゃ、重要な拠点を制圧。これが一番重要だったみたいですね。新しい土地に来ましたね、今ね。お腹鳴るわ。ジャンプ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 。炎症と合流。はい、お疲れ様です。炎症さん、炎症さん、お疲れ。炎症さん、おいあ、イベント発生だ。天下を憂う諸侯よ、馬国士ですね。よくぞ集まってくれた。あ、演術じゃない。朝廷を狼弾していた中条寺を熱し、官室の意向が再び世を照らすはずであった。だが今また新たな暗雲が官室を覆った。昨今の騒乱に乗じ洛陽に入った董卓が、今こそ関心董卓を討ち朝廷の綱紀を改める時である。この名族炎章の檄に応えた英傑たちよ。うん、やっぱね、炎章が一番偉いんですよね、この時代ね。お、お初にお目にかかる。私は龍玄徳と申す者。董卓の悪政に苦しむ民を救うべく、我が兄弟らと共に馳せ参じました。おお、義勇兵か。俺は孫文代という。孫家の方々の有名は聞き及んでおります。共に董卓を討ち、天下に安寧をもたらしましょう。腰低いね。ああ、そうだな。劉備。さすが劉備、うん、どこかで聞いたような。腰低いね。黄巾の騒乱の折、武功を立てた義勇兵、その中に劉備なる。ああ、そうじゃった。こたびも馳せず。いえ、苦しむ民を思えば当然のこと、うん、私たちは民の安寧のために微力を尽くすつもりです。なるほど。ふーん、民のためか。ずいぶん素敵なことを言うのね。お、惚れる3秒前、惚れる3秒前。あなたは。おっと、孫権の娘、孫昌公よ。父様たちと一緒に今回の戦に参加するの。惚れる3秒前だ。あなたのような女人が。あら、天下の乱れを正したいっていう気持ちには男も女も関係ないんじゃない？うん。これは失礼した。ニヤニヤしちゃう。おっしゃる通りです、孫昌公殿。そんなにかしこまらないで。一緒に頑張りましょう、龍玄徳様。兄者、そろそろ前。俺たちで董卓の野郎をぶっ倒すんだろ。ああ、そうだな、雲長、よくとく。では、孫家の方々、私たちはこれで失礼します。容易。後の政略結婚である。はい、後の政略結婚ですね。こんばんは。どうも。洛陽での一件、あの時は世話になった。改めて礼を言おう。気にするな、言っただろう、黄巾との戦での借りを。だがなぜああまでして董卓を。明日の世に備えるためとでも言っておこう。お主らも考えておるのだろう。董卓を討つだけではなく、その先のこと、うん、いや、お互い多くを語る時ではないか。なるほどね。どうした、反董卓連合の名手たるこの縁本書に何か用か。用もなく我が元を訪ねたか、不遜な。
よく聞け。あ、今回の戦、お前たちの兵糧はこの円航路が管理する、うんうん、普段から高等の虎だのと息巻いているのだろう。せいぜい餌代が無駄にならぬよう働くことだ。うざキャラ、うざキャラですね。炎術連合軍に集って、絶対に嫌いだわ、あのタイプ。止水艦の制圧、これね、銀の早急では止水艦はやったんですけど、なんかまずはあの黄色いミッションに行った方がいいかな。グズどもが群れ寄って止水艦とフォロー艦を抜けると思うな。え、止水艦、あー、ここ大事だね。いたね。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。螺旋強引撃破。うん、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。左右だね。おい、やばい、ガードされてる。おっしゃー、左右を倒したので、大したもんだぜ。残りのゴミを片付けて、あと思ったら白くなってるから撤退してますね。ここにあり。炎術の900、炎術をまず助けましょう。兵糧を。停車列はまずいか。よし。俺たちはここの守りにつくぞ、うん、西のよ、こ、貴様、腕には自信があるのだろう。東卓軍はこの先にいる。さっさと行くがよい。演術の間、任務達成で戦局が有利になる。孫権軍に兵糧を届けるまではやられるわけにはいかんのだ。用心城へ兵糧を運ばせるわけにはいかん。絶対にここを通すな。敵と比べて我らは貨幣。いるね、ワンチャカいるね。叩くしかない。知らぬらしい。やべ、私の脳筋をバカにされたわ。見事な戦ぶりよの孫権。高等の虎の名もカメラがね、ちょいちょいね、おかしくなるんですよ。カメラがちょいちょいね、動かなくなるの、バグなの。なんかね、バグなんですよ。カメラが急におかしくなるの。
治った、よし。これ多分バグだと思うよ、カメラが全然効かなくなるんですよ、操作が。己の役目も果たせぬとは無念。敵軍団が敗走していくぞ、我らの勝利だ。ありがとうございます、私たちはこの先の用心城へ急ぎますね。あ、撤退してくね、よっしゃ。でまた演術に話しかけるんですね、報告。はい、演術。輸送部隊の進路を切り開いたか、わし。孫権、孫権。はい、次のミッションは700。後ろにこもって吠えもせぬわ。長押し開門。おお、なんかおしゃれやな、かっこいいやん、開門の仕方かっこいいやん。申し上げます、連合軍より兵糧が届けられました。守る旅風を撃破している。ちょっと待って、防衛戦、防衛戦というかね、孤狼艦を行くんですけど、なんかその前にミッションを達成してって、難易度をこう下げていくっていう作業を今やってましたね。お、なんか困ってる。実は折り入って頼みが。達成条件。はい。立つ返事で引き受けてくれるとは。うん。だって任務を探していくことも必要なんですね。いたね。やっぱりもったいない、めっちゃもったいないことしたよ。まあいいでしょう。めっちゃもったいないことしたけどね。で、フォロー館にまた向かうと。フォロー館をね、とりあえず行きますか。なんか招かれてんね。うぅ、うぅ、うぅ、楽しませてみろ。嫌な予感しかしません。やべえぞ、一気に赤いゲージになりましたよ。北両夫、来たね両夫。やば、触覚が見えてる。トヨと両風が。敵は短期だ、ひるむな、押し潰せ。アホやね、アホやね、アホやな、こいつ。
やられるわ。ひどい。えぐいね。えぐすぎだろ。人中の玉、馬中の敵と。逃げろ、あんなのに叶うわけがない。よくだー。いや、それは無理だよ。いや、無理だろ無理だろ、やめてくれやめてくれ、このミッションこのミッションやめてくれ。フォロー感を抜けば落葉は目前なのに。あ、ということはルフはダメなんですね。ルフからどうしましょう。次のミッション、次のミッションをちまちまやりましょう。とりあえず。敵め、軍不相応。やべやべ、なんかまた呂布の。目障りな。我が軍でもらい受けるぞ。炎章到来。で、城壁。我が軍にかけて、五郎冠を死守せん。お、漂流。この超分煙と勝負せ。少量が。結構体力レージがやべえぞ、少量。やばいやばい、ムカつくムカつくムカつく。あ、ブーメン。ふぃー、ごめんね、ブーメン。山田、なんという部下、敵ながら感服するほかない。ちょっとね、でもね、体力ゲージがないので、体力ゲージがないのが心配なんですね。開いたぞ。どうなってる。嫌な予感しかしないんですけど。リョフいる、やめて。リョフいた、今見えました。リョフいた。なかなかやるな、貴様の顔。覚えておいてやろう。大丈夫みたいですね。冒頭の虎、ここにあり。よし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 、あっぱれな戦ぶりだな。フォロー感制圧レベルは、もうね、無双エイトから私は脳筋プレイヤーじゃなくなりそうです。知らずのクズどもが、わしの主治肉人の邪魔はさせんぞ。火をつけてきそうですね、街の中にね。大丈夫なのかな、それは。火つけてきそう。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者進軍開始。勝者が進軍と。では、はっ。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。守りは我らが受け持つ。どうか、目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。守りは我らが受け持とう。決して何者にも。
この双剣を打っておこう。宗剣さんが死んで撃ち取ったぞ。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。これ開けるときかっこいいんだよ。おやって、いたわ、すぐいたわ、びっくりしたわ今。扉開けてかっこつけてるどころじゃなかったよ。で、そろそろ隠しを撃って、こいつだね。ロック、ロックができないぞ。ロック結構動いちゃうから一定値とかはあまり向かないですね、正直。あ、なんか来てるね、進軍してきてますね。多分ここにいっぱい来てますね。じゃあ今から、これで全員かい？この辺の雑魚どもは。だんだん勢力が荒れてきました。うわっ、よっしゃ、はいはい。そしたら次は光沢かな。やっと敵将、やっと光沢かな。はじめまして。英雄と呼ぶにふさわしいぞ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。やっと光沢ですね。硬そうね、光沢ね。来た、豚め。貴様、孫権。ねえ、どいつもこいつも監視のためなどと己の欲から目を背け、大義を振りかざしおって。違うな、トータク。仲間を、家族を、そのためならば俺は天すら切ってみせる。かっこいいですね。やかましい、貴様らの欲などわしの欲を邪魔する奴は皆殺しよ。欲まみれね。やべ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 、結構買っちゃうよ。叩き落としてくれるわ。狙いは定まった。今一気に体力半分減りましたからね。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。そなたこそ真の三国武装よ。お、うん、終わり？豚倒した。え、終わり？目障りなとこは潰しちまうか。よっしゃ、お前らついてこい。やったね、やってきたね。楽よ、なんぞ触れてやるわ。よかった、さっさと長安引くぞ。役族トータクを打ち払い、落葉を奪還した。役族トータクを打ちましたね。連合軍の大勝利よ。みんな勝ちどきをあげ。勝ちどきや。ひどいねこれね。落葉を燃やすんですね、トータクが。豚ね、黒い豚め。いいとこないよね、トータク。トータクを打つことは叶わなかったか。
申し訳ない、孫権殿、あと一歩というところで奴めを逃がしてしまう。決着をつけられなかったのは残念ですな。まあいいではないか。まずは洛陽をやと。この戦我らの大、うん、柔らかかったね。やったな、ケン。お前ずいぶん活躍してたじゃねえか。いえ、兄上たちのおかげです。私はただ必死についていっただけでした。ケン兄様ったら謙遜しちゃって。ご活躍は殿や諸将にも聞こえているはず。孫策、もう誰も君たちを子供扱いはしないだろう。ああ、しけど、まだまだ親父たちには追いつけてねえな。もっともっと強くならなきゃだぜ。結構長いね。早く。はじめいかに頼りなかろうと彼ら。テイフ、お前が言うと重みが違うな。やっぱ孫権の三代だったらパパ犬が好きです。孫パパ。呂布よ。お、親子の契りを破り恩をあだで返すか。ほう、親子だと。笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね、貴様がたぶらかしおったか。これから先俺は俺の道を進む。え、結構衝撃的なムービーですね。え、結構今の衝撃的なムービーですね。びっくりした。豚にはぴったりの旗だって。ほいおお。絶対あんなのと戦いたくないよ、一生。レベルアップ。強化。どうしようかな。何が一番高いんだ、この人は。移動速度がすごい速いのね。やっぱ防御力高めとこうかな。ちょっとこの先厳しいので防御力を高めて。